次にですね、じゃあ限界利益知ってたら何になるんだということで、今日は3つのことをちょっとお話して、いきたいと思います。まずですね、限界利益を把握すると、売上が増えたら利益がいくら増えるのかと、こういうことをですね、シミュレーションすることができるようになります。損益を予測する、まあ、大事なシミュレーションなわけですけども、経営者の方がですね、ただ売上を増やせ、前年より頑張れとこう社員さんに命令するんじゃなくて、売上をあと100増やせれば利益が10増える、だから皆さんに賞与が出せると、まあ、明確に指示できるようになるわけですよね。社員さんに具体的な数字を提示できれば、社員さんも目指すべき範囲が明確になると。ですから一般的な試算表を使ってらっしゃる方はどうなるかというとですね、こういう状態になりがちなんですね。例えば売上が今1000あったとして、今より100増えた場合、利益がいくらになるかなと計算するとですね、大体皆さんこうやるんですね。売上が増えるから材料費も増えるよなと、でそのための生産も増えるので、工場の残業代も増えるから労務費増えるだろうなと、で、まあ、工場の経費もこの比率のままちょっと増やしておくかと、で安価費も10% の売上増えたら増えるのかなと、これをですね、どん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 乗せていっちゃうんですね。そうすると本来は売上に直接的に連動しない経費まで増やしたり、逆に増やすべき経費が足りていなかったという状態になるんです。で、まあ、そもそもそれ以前にどの経費がどのくらい増えるのか見当もつかないという会社さんもあるかもしれません。例えばその他にですね、この状態、売上が1000に対して経常利益が10ですから、いわゆる売上高経常利益率はこれ 1% ということですよね。ですから今より売上が100増えれば、同じ比率で利益がプラス1増えるはずだと、こういう売上高経常利益率で計算される方もたまにいらっしゃいます。残念ながらこの計算方法は完全に間違ってます。次に、限界利益、限界利益率をしっかり把握している会社であれば、どう計算するかというと、こういう形になります。例えばですね、今より売上が100増えると1100になると、そうするとまず売上が増えるんだから、仕入れだったり外注費も連動して増えるようになると、それが限界利益率が 70% ということは、変動費は 30% で増えますから、売上高が100増えると変動費は30増えると、それを売上のこっちに載せるわけですね。30で合計で100増えるように下にも70増やします。何を意味しているかというと、売上が100増えれば限界利益率の比率で限界利益額が増えますから、限界利益は70増える。しかし固定費は1円も変わりません。ですから利益がそのまま70増えると、こういうふうに計算するんですね。ですから売上はこの場合1000から1100になりました。そして利益は10から合わせて80になりましたと。売上を今より 10% 増やすだけで、なんと利益は以前の8倍にもなるんですよ。まあ、こういう形でですね、社員さんにも説明できるようになります。ですから一見すると変動費と固定費、まあ、ざっくり分けてるんで正確な計算ができないように思えるかもしれませんけども、むしろこのやり方の方がですね、適切なシミュレーションができるようになります。あとはですね、利益計画を逆算で作れるようになります。多くの経営者の方が来期の計画を立てるときにですね、売上高から作ろうとします。とりあえず前年比 120% で頑張ろう、みんなえいえいおーといった、そういった計画の立て方をしちゃうんですね。ただその売上を達成した時に、会社はお金増えてますかと、逆に減ってたりしませんかと、その売上 120% って何の根拠があってそう決めたんですか、まあ、そんな会社さんが多いわけですね。計画の起点は本来は稼がなければいけない利益から考える必要があります。じゃあ稼がなければいけない利益って一体いくらなのか、それは一つの答えですけども、お金が減らないだけの利益ですね。でなんでお金が減るかというと、中小企業の場合多くはですね、借入れの返済があるわけですよね。ですから一つのこれ考え方ですけども、金融機関に借入れを返済しても会社のお金が減らないだけの利益を稼ぐ、そこから逆算して利益計画を立てましょうという話になります。例えばこの会社、毎年借入れを年間200万円返していたとします。借入れ返済を200万円返すのであれば、税金を会社はやっぱり払わなきゃいけないものですから、
税金稼いだ利益に対して3分の1は税金を払う、そして残りが税引き後利益として残る、それをまるまる銀行に返す。このように考えると200万円銀行に返さなければいけないという会社さんは、税金のことを加味すると経常利益の段階で300万円を稼いでおかなければいけないということがわかります。で、次に固定費を計画します。固定費は決定で決められますから、あんまり毎期ぶれないと思います。来期増減しそうな人件費はこれぐらいかなと、広告宣伝費も増やしてこれぐらいにしようと、まあこういう形でですね、固定費を計画します。それが例えば6700万円だとします。経常利益を300万円稼がなければいけない、固定費は6700万かけようとすると、合わせて稼がなければいけない限界利益は7000万円だということが分かりました。で、自社の限界利益率がだいたい、まあこの会社例えば 70% だと把握している会社であれば、7000万円割る 0.7 限界利益率で、これ割り返すと言いますけども、割り返すと1億という数字が出てきます。7000万円割る 0.7 ですね。それで1億という数字が出てきて、これがですね、逆算で計算した会社が、来期稼がなければいけない売上目標ということになります。で、まあ、この1億の売上の時にかかる変動費というのが、だいたいこの 30% で計算できますから、3000万円だったなんだということが最後に分かるということになります。この逆算の計算はですね、全ての費用を変動費と固定費に分けて、限界利益率を把握しているからこそ算出できるやり方になります。これもですね、やっていただくと分かるんですが、細かい経費をずっと積み上げていって最後に売上を決めるというやり方よりも正確に出てきます。ぜひこれはですね、取り入れていただきたいなと思います。それから、値決めの判断が限界利益を把握していることで、簡単にできるようになります。ちょっとこれも事例でやってみたいと思いますが、例えばですね、こういう会社があったとします。これは、ちょっと1ヶ月単位にしますけども、で万円単位ですが、毎月毎月売上が1000万円ある会社があります。そして、限界利益500万円稼いで経常利益30万円の会社です。そうすると、まあ、ご覧の通り限界利益率は 50% ということになります。で、この会社の得意先からこう言われたわけですね。この会社の毎月1000万円の売上のうち、200万円売ってる、まあ、5分の1ですから、かなり上得意な得意先からですね、こう言われたわけです。お宅のライバル会社がうちに売り込みに来たよと、なんと3割引きで持ってきた、ただお宅とは長い付き合いだから同じように3割引いてくれれば今まで通り取引継続すると、まあ、そう言われた場合にですね、どうするかということです。この取引を3割引きでも受けるか、またはいや3割引きはさすがにないでしょうと、取引を断るべきかと、こういう問題ですね。まあ、この場合経営者としてどう判断すべきかということです。まあ、選択肢は2つですよね。取引継続するか、3割引きで断るか、この2つなんですが、これ数字の根拠を持って答えられるかどうかです。ちょっと順を追ってやってみたいと思いますが、例えばですね、200万円の売上を3割引きで受けるとどうなるか。そうすると200万円の売上のうちの3割引きですから、60万円売上が減るということですね。値引きをしました。お客様に値引きをしても、仕入れ先からは別に値引きしてもらえるわけじゃないので、仕入れない変動費はそのまま変わりません。そうすると売上60万円減ったら、そのまま限界利益が60万円減りますということになります。ただ固定費は470万円、値引きして売っても社員さんの人件費とか家賃とか変わりませんから、固定費はそのままですから、結果固定費がそのままだと30万円の赤字になってしまいました。やっぱり赤字になるよなと、3割引きなんてとんでもないというお話になるわけですが、じゃあこの取引をですね、完全に断ったらどうなるかです。この今後200万円の取引、この得意先断るということは、そのために今後は仕入れが必要なくなりますから、変動費が100万円減ります。そして上にこう線を引いていただいて、
200万円取引断ったら限界利益率 50% になりますから限界利益額は100万円なくなりますと。そうするとこうなります。売上は800万になって限界利益は400万円になって固定費はこの仕事断っても固定費変わりませんから差額で70万円の赤字になってしまいましたよということになります。ですからこのケースの場合は3割引きという相当苦しい値引き要請を受けてもこの取引を継続する方がまだ会社の赤字幅は小さくて済むということになります。ですからこれはこの値引きは受けなきゃいけないということですね。断らずに。ただこのまま3割引きを続けているとずっと赤字ですからこの値引きでしばらくは受けておいてでもっと儲かる仕事新しい取引先を増やして増やした後にこの仕事を断ると初めて断る、まあ、こういう形でですね経営判断をしないとどんどん赤字になってしまうということになります。まあ、この場合はライバルには負けてはいけないということですね。こういった形でですね限界利益を活用すれば数字の根拠を持って判断ができるようになります。感覚ではなくて数字の根拠ですね。はい、ですからぜひですね、ご自身の決算書試算表を組み替えて限界利益を把握していろんなシミュレーションにですね活用していただければと思います。今日の内容も含めてですねこれ私と小田で書きました本なぜ社長は決算書が読めないのかこの本の中から抜粋してですね概要欄にダウンロードできるように貼っております。ぜひですね限界利益とか各種指標が出てますのでこちらの PDF をですね活用していただければなと思います。はい、では今日は以上とさせていただきます。どうもありがとうございます。